吉田さん、リサーチは確かに必要なんですけども、あれこれ出来上がったのを見すぎると自分のレベルの低さにね、行動することをやめてしまったりとか、すごくいいね、例えば YouTube だったら編集動画を見て、セールスの動画見たら、このレベルでやらないと売れないのかと思っちゃいますよね。まあ、だからできないってこともあるでしょうね。要するに自信がないって言葉になるんですけども、確かにね、自信がない、それは分かるんですよ。でも稼いだことがない人がビジネスに自信がないって当たり前だと思うんですよ。で、全員が全員ね、自信があったからやってるのかって言ったらそうではないです。自信があるとかないとかっていうのをもう無視、度外視してやるべきことをやるんですよ。できることはね。それに尽きると思うんですよ。で、繰り返して振り返っていくと自信があるって状態になります。じゃあ具体的に言うとですね、私は毎日 YouTube 動画をアップロードする自信はあるんですよ。毎日ですよ。毎日10本とか20本のレベルで毎日アップロードする自信があります、ね、それは多分この動画見てらっしゃる方もみんな同じように、それは久保さんならできるでしょと思うでしょ。でもどうでしょうか、 YouTube を1回もやったことがなくって、 YouTube のアカウントを取った人が、じゃあ今日から YouTube やるぞ、 YouTuber になるぞって言って、その方に私がね、毎日10本とか20本とか5年間継続して YouTube アップロードできますって言ったら、いや自信ないですって言うと思うんですよ。なんでかっていうと、まだやったことがないからですよね。自信ないですよね。で、私も同じです。YouTube をやったことがない時に、麻雀しかやらなかった私が、YouTube をね、毎日毎日アップロードする自信があるかって言ったら、いや、自信ないねって言うと思いますね。自信がなくても別にやることはやるんですよ。自信がないからって言って、YouTube のアップロードができないっていう風なね、そんな決まりはないですもんね。だから自信がないんだったら、やるべきかなと思いますし、じゃあどのレベルだったら自信がありますって、10年に1本の YouTube アップロード自信ありますって言ったら、あ、それありますよって言うと思うんですよ。じゃあ1年に1本だったらって言ったら、それもできると思いますよ。1ヶ月に1本はって言ったらできますよ。じゃあ1週間に1本はできる、1日に1本はって、どんどんね、縮めていくと具体的になると思うんですよ。どこで自分が自信を失うのかってことがね。どうですかね、今みたいに YouTube の毎日アップロードをもしね、難しいと思ってる方いるとしたら、じゃあ毎日無理だったら、毎日自動的に YouTube がアップロードできる工夫はどうかなって感じなんですよね。例えばね、私がね、去年か一昨年なんですけども、春先にそのツバメのね、ツバメの卵がヒナになって帰って、で飛んでいくみたいな、そんなね、ツバメの巣をずっと撮影してる YouTube チャンネルがあったんですよ。それを見てて思ったんですけども、すでにその YouTube チャンネルは24時間ずっとライブなんですよ。で、毎日 YouTube が自動的に更新されてるってことになりますよね。そこにはもうすでにですね、人間は出てこないんですよ。自動的に定点カメラがずっと巣を映してて、それこそね、卵が転がってるところですら視聴者数が100人とかいるんですよ。卵が転がってるだけですよ。もう誰も何も起きてないんですよ。風も吹いてないんですよ。で、夜も昼もなんかずっとね、そこで、巣の様子が映ってると。で、ある日卵がパリパリって割れるところで視聴者数がバッとやっぱ増えるわけですよね。で、そっからヒナがピーピーって言ってね、親鳥がたまに餌を運んでくるところとかあるんですけども、それ見てて何か面白いですかね。私ずっと見てましたけど、私は面白いって感じなんですけども、すでにセールスもないし、ビジネスの教訓もないんですよ。何にもないんですよ、そこには。ダイエットができるわけでもないですし、恋愛の悩み解決もありません。ただそうやってスズメの巣が映ってるだけで、私が YouTube やるよりもたくさんの人が集まってるというね、現実があるんですよ。そう考えると、別にね、自分が毎日これをやらなければならないっていうことに限らないんですよ。そもそもね、監視カメラってあるじゃないですか。監視カメラが映している畑の様子、畑にイノシシが出たり泥棒が出たりするのを防止するために、もしくは災害を避けるためにカメラがついてるんですけども、それですらどん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  YouTube のチャンネルにアップロードされていって再生数が稼げてるんですよ。何なんですかね、これは。一生懸命知恵を働かして、そのギャグ YouTube とかね、びっくり YouTube とかね、ためになる YouTube とか、こんにちは、りょうですみたいなね、作ってるじゃないですか。みんなそれぞれね、山本龍拳ですとかね、なんか作ってるじゃないですか。池早ですみたいな、目力いっぱいでみたいなやってるじゃないですか。それも確かに素晴らしいんですけども、そんな人間の努力を全部ほっぱらわしてただ映ってるだけの方が一番アクセスがあるみたいなね、でそれ自信ですかね、だから自信がなくても、稼ぎたいんだったらやるしかないし、
自信がなくてもできる方法をやればいいと思いますし、そもそも自信がないとできないっていうんだったら、じゃあ誰がねボクシングのプロボクサーのねチャンピオンになるんですかってことですよ。チャンピオンになる自信がある人しか挑戦しないんですかってことですよね。違うと思うんですよね。何もかも自信があるからないからみたいなことを言い出すやつはもうそこで終わりだというふうに今回結論付けさせてもらいます。むしろ自信がないんだったらもっとやんないとって話ですよね。自信がないんだから。自信があったらね、高慢になって何のトレーニングもしないし、何のビジネスのトレーニングもしない、それもありえますけども、自信がないんだったらだったらやらないとみたいなね、うん、でこのままだったら絶対できないぞって自信がないわけですよ。だったらいっぱいやんないとみたいな、うん、妙なことになってきますよね世の中。はい、ということでございます。